再び王国清水へ、熱く強く限界を超えろ、全ての誇りをかけて、6月20日 VS バンフォーレ甲府。今シーズンについては監督が交代しまして、で、昨年のですね、研修そして速攻というところをベースに、私自身ゼネラルマネージャーという立場で、チーム編成を行ってきたんですけども、しかし残念ながら思うような結果が出ず、なかなかチームは非常に厳しい状況になりました。でそのタイミングで私が監督に就任をしてですね、せざるを得ない状況だったということなんですけども、そういう意味では今この段階で、当初計画をしていた通りの結果にはなってないということで言うと、決して満足できる状況ではないというようなことが言えるんじゃないかなというふうに思っています。私が監督になってもですね、基本的には経験の少ない監督ですから、何が大きく変わったできたということはないというふうに思っています。これはもうすべて選手が本当に危機感を持って頑張ってくれまして、ヴァンフォーレ甲府というそのクラブに対するロイヤリティ、忠誠心ですね、そういったものをやっぱり持ってくれて、そして一試合一試合トーナメントのつもりで戦っていると、そういう心の表れがですね、結果につながっているんじゃないかなというふうに思っています。私自身は監督就任して3週1週分けということで非常に嬉しいですが、むしろできすぎではないかなというような感覚は持っています。清水エスパルスさんはですね、私たちからしてみますとその憧れの存在 の, クラブであって、清水エスパルスさんには J リーグの中でも輝かしい歴史を残されてきたと思います。ただなかなかこう世代交代というんでしょうか、そういったものがこの数年間うまくいかず、チームが若干こう停滞してたのかなということがあると思いますけども、今シーズンについてはお互い苦しい状況ではありますけども、若手の選手がかなり躍動してきているということがあると思いますので、本当にダービーにふさわしいですね、そういうような白熱をにしたゲームをできればいいなというふうに思っています。私自身埼玉で、埼玉ダービーということで浦和レッズとのもう素晴らしいですねダービーを行ってきました。清水さんにとってみますと、ジュビロさんというものがあって、静岡ダービーというのが本当に一番だと思いますが、この、富士山ダービーというのも富士山を挟んで、これは日本のJリーグとしてもそのスポーツ文化あるいはその、J リーグの文化を発展させるためにもですね、非常にこう価値の高いダービーにしていかなければいけないというふうに思ってますので、今回は私は監督の立場として、このダービーを日本一のダービーにするための第一歩の、そのような素晴らしい試合にできればいいなというふうに考えています。再び王国清水へ、熱く強く限界を超えろ、全ての誇りをかけて、6月20日 VS バンフォーレ甲府。